オーストラリアでは、グレイハウンドトレーナーのアンソニー・ブロックの障害禁止、タスマニアの動物福祉基準に関する議論を引き起こします。オーストラリアでは、コジオスコ国立公園の空中から撃たれる野生の馬が、生態系全体として、脅威にさらされている。イスラエルでは、警察が、抗議者に、対する生きた火災の使用、マルチフロントワーを中に、道路を遮断する予定であると、閣僚によると、マスクは、 ガザの認識された援助組織向けにストーリングックインターネットを提供しています。ロシアはイスラエルのガザの砲撃は国際法に反しているといいます。スタトスンによるとカナダの一時的な外国人労働者は過去10年間で急上昇しました。バージンアトランティックはロンドンからオースティンへのルートを一時停止します。映画館でのフラワームーン・オブ・ザ・フラワームーンのキラー スクリーニングでの不正な混乱、映画スタジオの白車、介入、バリー・マニローは NBC で非常に悪いクリスマススペシャルを設定します。最初の重要な吹雪はカナダの一部にヒットしますが、他の地域は記録的な壊れた熱の準備をしています。エルニーニョが水力発電植物に当たると停電をかすエクアドル、プロモスクワのウクライナの政治家、 明らかな暗殺の試みで撃たれた。スロバキアの新しい首相は、ウクライナを世界で最も腐敗した国と呼んでいます。600人のアメリカ人がガザに閉じ込められていると推定されています。ハマスはガザの人質のためにパレスチナの全ての囚人を望んでいると言います。ロシアは8人の人質のリストをハマスに引き渡しました。インドでは3つの爆発が こっちで開催されたエホバの証人の目撃者であり、一人が殺され、数人が負傷しました。北朝鮮からの韓国、ハマススタイルのサプライズ攻撃のための米軍訓練。フランス人の大多数は削除したい。夏時間の節約時計の変化。ジョーソーントンは24シーズンゴリエヌ、H、L から引退します。南アフリカはラグビーワールドカップで4回目の勝利を記録し、 14人以上の男性チームニュージーランド、ノティンガムパンサーズのアダム・ジョンソンは、チャレンジカップの試合で、首を切った後に死にます。友達のスター、マッシュー・ペリーは、明らかに D ・ R 死した後に死にます。ロビー・ウィリアムズは、少年バンドにいることは、精神疾患を引き起こすと信じています。イット・ロムニーは、ほとんどの共和党員が、トランプを玉リーチしなかったことを、明らかにします。 なぜなら、彼らは、彼の支持者から、暴力的な攻撃を恐れていたからです。ペンスは、2024年の大統領人種から脱落します。台湾大統領フロントランナー、東アジア最大のプライドマーチに参加する研究では、進行中の感染の兆候、長いコビット患者の脳損傷の兆候は見つかりません。原料に、人気のある断続的な断食も、糖尿病に役立つかもしれません。 パネラは顧客の死をめぐる訴訟の後、すべての店舗でカフェイン入りのレモネードについて警告を表示しています。国防総省は米国が B6113 を指定した B61 核重力爆弾の近代的な編集を追求することを発表しました。GM のロボタクシーサービスであるクルーズは全国のすべてのドライバーレスオペレーションを停止しています。 キーラルオイルサンズサイトにあるインペリアルオイルの思う運搬トラックの艦隊は完全に自律的です。夕方のタイプである ADHD を持つ個人はそもそも打つ症状がある可能性が高くなります。B、M、I を調整する分析では赤身の肉の加工や未加工の形態のいずれも炎症のマーカーに関連付けられていませんでした。乳酸はその代謝とは無関係に ミトコンドリアの電子輸送チェーンを活性化します。動作を進行している海兵隊の主張の後、TikTok のビデオのキャンプレジューネに遺体が埋葬されています。ゴードントリデがアイゼンハワートリデになると、南軍の名前を白河した最終陸軍基地。ライブクラスターボンブレット、ウィスコンシン南東部のリサイクルストアで寄付と共に発見された弾薬。暴力的なコンテンツを投稿するために、る。 A, P, D, YouTube チャンネルが中断されました。オーストリアは繰り返さないタトゥーキャンペーンのためのトランスポーパス。ナイジェル・フェリジュは大雑把なクラックポットとしてナトアストの秘密の電子メールでスキャンダルを脱退した後に明らかにしました。米国ではジョージア州のシステムで里親ケアプローブが1790人の子供が行方不明になったことを 明らかにしました。ロックビットハッキングギャングの脅威、機密データリークのボーイング評価、欧州連合の知的財産局 EUIPO の新しい研究は、オンライン著作権侵害が数年ぶりに増加したことを示唆しています。実際、著作権侵害率は数年前から下落しているため、その傾向の逆は重要です。日本 EU は、 国境を越えたデータフローの規則の開発に同意します。野村は損失がマウントとして中国本土のビジネスプランを再評価します。アセリアムは正式にアークコメントのイーサリアムリクエストおよびイープアセリアム改善提案新しいドキュメンテーション時代をマークする英国では全ての新しい家が自由保有するために封建的な借金を段階的に 廃止すすするる計画ででい防衛支出ののの数十億は米国の仕事に翻訳するのが遅いです大規模な富の移転は72兆ドルではなく129兆ドルであり政府はそれのほとんどを段階世代に与えました子供が振る舞わない場合レストランが料金を脅かすため貧しい子育てに対して50ドルの料金サウジの知識経済都市は中国のゲズウバと 9億6000万ドルの契約に署名します。アルゼンチンのマイレイは中国企業がアルゼンチンでプロマサの広告を促進していると非難しています。オーストラリアは5年間の契約のために欧州連合とのエンドゲーム自由貿易協議に入ります。段階では警告が与えられなかったネタニヤフはハマスの攻撃のインテルを獲得することを否定します。イスラエルは トルコからの外交感を思い出し、ネクタイをアンカラと再交する。